こんにちは、新代理メンバーのすずです。今日は私の結果報告動画です。私の就活を支えてくれたみーさんとイナに来てもらいましたっていうところで結果報告をしていきたいと思います。はい、じゃあ2人からたくさん聞いてもらって私が答えていきます。まあ、まず一番気になるところ、はい、どこに受かったんですか？受かったところは、IT 企業です。規模はメガベンチャーになります。はい、じゃあキラキラ渋谷 OL になるのか、すずさんも。なります。本当に行きたかったんですよね、私ね、そこの会社に。で、あと4社しか受けてなかったじゃないですか。はい、そのうちの第一志望2社しかなくて1社落ちちゃって、あと残り1社っていうギリギリの状況だったので、まあ、その中で内定をもらえたっていうのもなんかより嬉しかったですね。良かったですね、本当に。ありがとうございます。言いたいことが2個あるんですよ。はい、まあ、代表的なアンチコメントが2つあります。アンチコメントへの切り返しも。そうあの、結構みんな返信してくれたりいいねついたりしたコメント、1つ目がもういいとこ残ってないよ、人生積んだねっていうコメントがありましたね。それに対しての反論なんですけど、まあ、人生積まなかったよ。私はさ、変な就活してたじゃん。普通とはちょっと離れてるから、普通じゃないからお前人生積んだねみたいに言われたと思うんですけど、自分なりのやり方でやったけど人生積まなかったので、なんか他に自分なりのやり方でマイペースで進めてる人がいたら、こういう変なね、普通を押し付けてくれるようなコメントには惑わされないで自分なりに頑張ってください。もう筋がキレッキレだもう一個あったのが、必死でやれよとか、あと YouTube やってる余裕があったら就活費やせよとかコメントがあったんですけど、私実際めちゃめちゃやってたからねって思って、一番行きたかったところの面接対策さ、ドキュメント30何ページあったんだよね。ドキュメント30何ページあって、しかもノート1冊分丸々その対策に使ってたんですよね。ずっと YouTube やってたわけじゃないし、ずっと賞金店やってたわけじゃないし、ちゃんと就活もやってましたよっていう。頑張ってましたよね、私。もちろんマジ頑張ってた。人生つまなかったよ、必死で頑張ってたよっていう感じですね。でもしんどかったですよ、しんどかった。なんかその自分のやり方でやろうとか自分のペースでやろうって決めたけど、普通はこうじゃんみたいな、普通をめっちゃ押し付けられるわけですよ、コメント欄で。だから、あ、やっぱり世の中の普通に合わせなきゃいけないのかなとかっていう風に考えるのはやっぱしんどかったですね。まあ、けどそれでも自分で生きていくっていう。そうだから今さ、はい、見てる人でさ、ちょっと自分普通じゃないことやってて周りからいろいろ言われるっていう人も、ちゃんとそういう自分信じて努力してほしいなって思いますね。いいコメント。すずさん、まあ、なんで内定もらえたのか、はい、理由を端的に教えてください。はい、理由は3つあります。はい、1つ目、自分のビジョンと企業さんのビジョンが超マッチしてた。2つ目は、入社した後に何したいのかっていうのをちゃんと明確にしてて、その内定がゴールになってなかった。はい、で、3つ目が、まあ、これまでの経験をちゃんと認めてもらえたかなっていうのがありますね。自分のビジョンを、ただビジョンがあるだけじゃなくって、まあ、その企業と一致するのはまあ大前提あって、そこにプラスアルファで自分のビジョンとこれまで学生時代やってきたことにちゃんと一貫性があったっていうところと、あとそのビジョンを形成された原体験みたいなのがしっかりあったのが良かったかなって思うし、あの、選考のフィードバックとかでもそこ言っていただけたので、まあ、それは1個理由かなと思います。で、まあ、2つ目は、入社後に何したいのかを明確にしてたっていうのがありまして、前提、自分は一級入魂スタイルだから一緒にかけられる時間めっちゃ多かったっていうのがあるんだけど、まあ、多かったからどんなサービスやってるのかとか、提供してるサービス全部使ってたし、すごい、全部に対してなんかグッドとかも全部書き出したりしたし、まあ、IR 資料とかめちゃめちゃ読み込んで、はい、この会社に入社したらどういう仕事するのかなとか、どういう仕事あるのかなっていうのを調べて、ちゃんと自分の意見を持つようにしたのが良かったのかな。あと、そこは褒められた場所でもありました。なので、まあ、それはちゃんと内定ゴールじゃなくて、入社後どういう風に働きたいのかとか、どういう職種に就きたいのか、どういう業務したいのかっていうのは話せるといいかもしれないですね。はい、で、最後、これまで経験してきたことを認めてもらえた。で、会社によって求められるスキルとか経験とか全然違うと思うんですけど、まあ、たまたま今回私のやってきたこととかスキルとか経験が私の行きたい会社が求めてるものとマッチしたっていうのがありました。動画に出ることも評価してもらえてたんですよね。あと、私は動画に出る目的みたいなのがちゃんとあって、その目的を達成するために、なんか動画で身を粉にしながらビジョン実現のために頑張ってる、その自己実現欲求の高さとか自走力とか、あとは行動力をめちゃめちゃ評価してもらえたし、動画もめっちゃ見てもらえたから良かったですね。なので、皆さんも会社が求めてるスキルとか経験をちゃんと見極めて、それに合ったことをできるといいかもしれないですね。そんなの分かんないですか？分かんないよね入社見据えながら1年間過ごしてないから確かにね、分かんないよね。まあ、だから自分がやりたいと思ったこと頑張ればいいんで、まあ、そうっすね。そうすれば何かしらいい結果があるっていう、はい、
感じでした。さっきもあったけど、 YouTube でながらの就活ってどうやったんですか？実際はどっちもあった、メリットもデメリットもあったけど、私はメリットの方が大きかったなって思ってます、でもデメリットで言うとやっぱり辛辣なコメントで病むっていうのがあるよね。それがデメリットでしたっていうのと、メリットは逆境とか、そんなお前じゃ無理だよみたいに言われた方が頑張れるタイプだから、逆にやる気が出て頑張れましたっていうのがメリットでした。まあ他にね、人生におけるメリットが4つありました。おー、はい、1つ目、メンタル強くなった。なんか初めはめっちゃ傷つくんだよ、でもさ、傷ついても自分なりの乗り越え方みたいなのを身につけていくと、ちょっとやそっとのことじゃやまなくなるし、他人から何言われても気にならないようになるっていうのはめちゃめちゃ良かったなって思います。2つ目、自分客観視できたから、いろいろ自分の直すべきところは見つかった。3つ目、自分が救いたい人をたくさん救えた。おー、私は就活で病んだことがあるぜだから、就活でどれぐらいきついのかとかしんどいのかとかも分かるから、そういう人を救いたくて動画出たりしてたけど、ちゃんと救えたのは良かったなって思いますね。救えてましたかね。まあけど結構そういうコメント多かったですね。うん、励まされてるみたいなコメントがあったから、それは本当に動画に出て就活して良かったなって思いました。で、最後4つ目、良くも悪くも SNS で顔の見えないコメントの威力を体感できた。で、自分が体感できたから、まあ、これまでももちろんアンチコメントとか残したことなかったけど、絶対に自分はやらないようにしようっていう風に強く思えたし、あといいコメントめっちゃ残すようになった。いや、それは分かります、ね、なんかちょっといいなって思ったら心の中に溜めとくだけじゃなくて、やっぱコメントに残してくれたらめっちゃ嬉しいじゃん、いいコメント。だから自分もコメント残すようになりましたっていうのが良かったことですね。まあ、やむこともあると思うけど、その分メリットもめちゃめちゃ大きいから、ぜひなんか挑戦してみたいっていう人は動画出演ぜひ応募してくれたらなと思います。そこにつなげる楽しいからね、楽しいしね、うん、という感じですね。はい、最後に言わせてくれっていうのがあったんだ。はい、留年してません。就活2年間はしてません。あと本当に内定ゼロでしたっていうのを言いたかった。就活2年目の草とか。そうで、2年間はそんなにやってないから、実質やってたのは合計すると半年ぐらいじゃない。まあ短いですもんね。うん、半年ぐらいしかしてないし、留年じゃなくて休学だから、留年してないから自信持っていることじゃなきゃ内定ゼロだったから、はい、っていうことが最後に言いたかったことです。はい、ということで、私の結果報告はこれで以上になります。だけど私の出演はこれで終わりじゃなくて、これからも他にいろいろね、喋る動画とかいろいろ出ると思うので、これからも応援してくれたら嬉しいです。この動画を見てアンチコメントする勇気があったらアンチコメントしてもらって。いや、来そうですけどね。ね、来そうだよね。私も思うの、私も思うの。応援してくれた人は本当に嬉しかったよ。まあ、とりあえずありがとうございました。これからもよろしくお願いします。はい、せーの、じゃあな。ここで仙台リーからお知らせです。期間限定で ES 添削サービスを無料で実施しています。 ES は添削してもらったら通過率マジで上がるんで、この機会に活用してください。夏こそ頑張ろうと思っている就活生に向けて、ダイアリーからの応援キャンペーンの方です。ありがたい。この夏限定なので概要欄のリンクからぜひチェックしてみてね。